ザグリップ状態に陥った時に見られるパターンとしては、主機能である内向感覚機能を過剰に使うようになるよと、うん、まあ普段は補助機能の判断機能を働かせて、うん、関係のある情報とそうでない情報を区別して情報を取り入れるんだが、うん、過剰に使われるとどうでもいいことも含めた、うん、細かい情報のみに意識を向けてどんどん取り入れて、うん、事実のみを次から次へと引き合いに出していくようになりますと、うん、この一面的な知覚の仕方は徐々に無益なものとなって、いつもすべきことを大事にする態度や、うん、責任を果たそうと着々と取り組んでいく集中力が失われていくよと、うん、これらのタイプが、主機能の内向感覚機能を使えなくなると、うん、代わりに苦手な外向直感機能が主導権を握ってきますと、うんうんうん、1. 事実や詳細へのコントロールの低下、うん、劣等機能の外向直感機能にとらわれた状態だと物事の詳細への関わり方に問題を生じると、うん、関連のある具体的な情報に意識を向けたり論理的な結論を導き出せなくなる、後先のない衝動性、軽率さや、衝動性の形で表現されるよと、無責任とか無謀と言いたくなるほど行き当たりばったりに、また思いのままに振る舞ったりしまったような印象を与えますと、例えば ISFJ を執行する人は職場を昼間から抜け出して映画に行きたくなる衝動に負けるとか、うん、後先のことを考えずに気分で新しいコンピューターの購入を決めて、うん、結局また返品するみたいな無駄な行動はいっていう浅はかな行動を取ったり、うん、将来の悲観的な破局への予感へのとらわれ、うん、将来を予感することは、うん、不安や身震いを感じるほど恐れを伴うことがありますよと、うん、いろんなことに後ろ向きになって自分に馴染みのないことは全て拒否し、ただ破滅的な結果についての想像を膨らませていきますと、うん、あるISFJ を志向する人は自らあえてひどくさせてしまうと言いますと、うん、この大荒れの状態では劣等機能の外向直感機能の働きによってあらゆる破局が危険や恐怖を伴って到来すると予測しますと、うん、なるほど、要は直感こうなるかもっていうのが下手だから、うん、全てそっちのことが、うんうんうん、そっちのことばっかり、うん、要は建設的な方向にはいかないんですね、うん、この直感機能が、うん、悪い方へ悪い方へ悪い方へ、うんうん、しその直感も苦手なんで、はい、大体合ってないんじゃないですか、合ってないって話なんですね多分、うん、でバランスを取り戻す方法としては、うん、このタイプを思考する人、うん、内向感覚ですね、うん、は自分の内面をとことんまで掘り下げていって、うん、自分の心配を終わらせることが必要だと報告しています、うんうん、要は心配ばっかりを取り上げた直感を掘り下げていくんですか、うん、ちゃんと考えてみる、現実化していくってことじゃないですか、なるほど、現実的に考えるのが得意な人じゃないですか、はいはいはい、なんかこうなるべく現実的に考えるみたいな、はい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 、確かそうすると分かってくるんでしょうね、うんうんうん、補助機能の外向思考機能か、うん、感情機能を通じてそれは用意されているよと、うん、ISTJ を思考する人たちの多くが思考機能を使うと、うん、やっぱりそうだ、うん、何が現実なのかを分析することを客観的に確認でき、うん、自分が実はまだきちんと心を統制できることに気づいたり、うん、今までにいつもうまくいっていた方法などを思い出せるようになると、うんうんうん、また ISFJ は誰かに話し、うん、説明のつかない恐れを明らかにして、うん、相手に静かに受け入れてもらえることが抜け出す上で役立つと感じています、うんうん、どちらのタイプも周囲の人が自分のことを真剣に受け止め、うん、上の立場に立ってあれこれ指示しようとしたり、うん、このような状態をおかしいと決めつけたりしないことを求めています、うん、
と二戸へ注意ですね。また変なこと言ってるって言いそうですね。言いそう。注意、うん、また解決方法をむやみに示そうとせずに、うん、積極的に聞いてくれる人に発散することが効果的と言えますと、うん、積極的に聞いてくれる人は話を聞いてくれる人がいいと、あだこうだ言うんじゃなくて、やっぱりあだこうだ言うのはやっぱりダメですね、人に対して。あのマウンティング取ったような感じで、うんうん、そこはこうした方がいいよとか言っても、はい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 、ダメって話ですね、はい、うん、結局皆さん考える力があって、うん、自分でそれを捕まえることができるから、うんうん、まあ、やっぱり体調とキャッチボールするのはいいですよ僕にとっては、ね。はい、多分これ F なんでしょうけど、うんうん、はい、っていうところで、うん、内向感覚のインザグリップが勃発するきっかけとしては、うん、現実が軽んじられたり、うん、ないがしろにされたりすること、うん、自分にとって未知の領域に関すること、うん、自分のタイプをやりすぎること、うんうん、がきっかけ、うん、でインザグリップに陥った時に見られるパターンとしては、うん、事実や詳細へのコントロールの低下、うん、後先のない衝動性、うん、将来の悲劇的な破局の予感、うん、悪いことばっかり想像しちゃう、うんうん、っていうのは、うん、逆にそういう人は ISFJ か ISTJ だっていうことですね、まあ、他のかも、まあ、タイプもあるかもしれないけど、うんうん、可能性はあります、ありますね、はい、うん、でバランスを取り戻す方法としては、うん、とことんまで自分を掘り下げる、うん、で自分の内面と向き合うと、うん、現実事実を取り戻す、うんうん、でこの状態を他者から真剣に受け止めてもらう、うん、途方に暮れるような物事を扱う上で他者からの援助を求める、うん、その際やっぱりこの NT とか SP がいい、うんうん、ちょっと違うタイプの人の方が、うんうんうん、全く違う見方をもらえますもんね、まあ、そうかもしれないですね、うん、はい、特にこの苦手な、うん、外交直感、外交直感 EN の人に聞くと、うん、あの途方もない発想からポンと出てくるので、うんうんうん、建設的に進めるには、うん、っていうところで、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。